ああ、メインゲーム。ナイス。ナイス。ナイス。グレートワーだねー。ナイスでございました。名屋さんなんだ。いいキルペ。うえい。バーニラ、バーニラ、バーニラ、はいはい、バーニラ、バーニラ、バーニラ、はいはい。バーニラ、バーニラ、バーニラ。ナイス。ナイス。ナイス。これあのまたかと思われるかもしれないですけど、メイヤさんが本当におかしいです。いや違う、意味が分からない。魚さんやめよ。見た通りだろ。一旦やめよ。魚さんやめよ。もうやめよ。そのオーラ落ち着いてください。このオーラはおかしいけど、確かにそれだけでしょ。いやそれだけ、それだけ。魚さん切ります。え、だけ。誰もいない。え？わー。え？あー。エレキの6番で光ったでレポートしようとしたら扉がガチャンと閉められてレポートできなかったんですけど、おそらくガミだと思う。ガミさんのかな、うん、ガミさんエンジン分け初動メインっていうね、うんうん、じゃあ高田さん視点で富士宮魚って隠し城でもいいんじゃないかな。そうですね、どうだろう、うんうん、僕もアーカイブまで行ってます。畑さんの死に渡し合って一緒にキッチンではいてます。で初手展望に向かわれました。私は配線やってからのバーガータスクで武器庫の方に流れてます。原作の証言正だった富士宮魚に隠しろ出せます、うん、はい。サボは誰が直しました？そう、手で直した。出ないんなら、ああじゃあ畑さこが直してんじゃない。おお、うん、じゃあ展望付近、うん、展望はなさそうだけどな。俺あのダウンロードアップロードしに行ってる。停電開けてから。まずい。そうなの。原作の証言、まあ、序盤だと、昇降機右までキッチン脇で、そうでも序盤展望入っていくとは思えないけど。で、私が配線して、畑作さんさらに奥に向かわれたんですね。なので、やるとしたら弁当タスクがダウンロードだと思います。で、ダウンロードだった場合は、めちゃめちゃ長期で展望に滞在するんで、普通に手で直してるのかなっていうふうに思ってました。うんうん、あとね、まあ、そこは、うん、はい。停電になったぐらいに、ガミって、バイタルのダウンロードに立ってて、でバンタルのダウンロードからエレキの6番を経由して多分死んでるから、ダウンロード終わってだから停電明けくらいに死んでるかな、おそらく。ダウンロード終わらしエレキに戻り殺されてるというルートのはずだから、うんうん、停電明けくらいに死んでると思う。キッチンの扉ってどうなってた？石油キッチンは閉まってる。で他開けてる多分。俺が今データ的にはそうなってる。エルちゃんはどうやって行ったの？経路ってどんな感じ？うん、停電になった時ぐらいにエレキにいて、で、結構人がいたんだけど、まあ、魚さんはいたかな、間違いなく。で、そこから石油、キッチン、展望って言って、展望ダウンロード、アップロードして、キッチンに戻ったぐらい、うんうん、で、石油の扉閉まってた。なるほど。うん、そ停電直した人物。停電直した畑作が、まあ、武器庫とか行ってるケースは一応あるね。だと思う。俺行ったの、停電後だから俺、キッチン行ったの、うんうん。僕ね、最終時、武器庫なんですよ。でその前宿舎エンジン武器庫って感じで来てるん で、はい、で誰とも会ってないから、うん、まあ基本的にはネロシーになるんじゃない。コックピットに畑さんが死んでないかけど、うん、新田さん武器庫のどこですか最後。武器庫の下側の方です。下側の入り間際ぐらいの場所です。まあ、僕と七子さんどっちも届かなくない。うん、そうなるなって。じゃあ確証結構出てる感じ。うん、
あれ、さかなさん今いたのに。さかなさんなんならエンジンぐらいで死んでますよ多分。僕とさかなさんで並走してコミサボ直しに行って、まあ、ただ武雄さんが先に寝て直してくれて、さかなさんはもう出てってるんで、で僕は最後まで武雄さんが直すのを確認してるんで、武雄さんは無理で、さかなさんはエンジン行けて宿舎かメインぐらいまでしか行けないはず。いやまあそうね、うん、まあその主張はわかるんだけど、まあ、コミさんを僕が直しました、魚さんが一瞬触れようとしてから僕が直すんだと思って、うん、多分出てってる感じなのね、コミサボないからは。そうですね、うん、でその後に、直して開いたら慎太郎がいたっていう感じで、全く僕魚さんは見てなくて、慎太郎がいつ現れたのか分かんないから慎太郎の指導は出せない。えあもしケロちゃんのケロ聞こう。俺は慎太郎からガン逃げです。アーカイブで慎太郎と会ってそこから貨物、バイタルくらいで終わり。ガン逃げって言ってもアーカイブ脇から逃げたんですか？一緒に。そうだよ。殺されると思ったから。さっきのキルって七竹は両城取れそうですか？両城取れると思うよ。お互いで。うんうん、そう。隠しろでいい？うん、隠しろ。まあね、最終位置がシャワーメインぐらいなんだよね、多分。うん。ね、届かなそうだ。七子さんって金庫室のドア開けました？このターン？はい。は開けてない。このターン開けてない。このターン鬼木と俺と。あ、金庫はね、高田さんが言ってると思う。ああ、これ言ってるよ。関係ある。どうします？いや、私は金庫室に滞在してね、出るとき開いてたんで。ゼロシンどっちかかな。そう、僕はゼロシンでいいと思うけど。ゼロシンどっちかって感じよね。であれば、まあ、今回のキル含めたら慎太郎さんから言ってほしいけどね。でも。他ネロちゃんの動きの方がめっちゃ怪しい。ネロちゃんめっちゃ浮いてるけど。ネロちゃんマットの方がありそうじゃない。まあどっちもどっちだけどね。まあどっちもどっちじゃない。正直厳明ネロ神に三人がいるはずだから。慎太郎の方がいいかなってものがネロちゃんってまあ初手源さんが展望で畑作見てますって。でも一応今回僕武雄さんから資料出してほしかったな。僕目線では武雄さんをずっと視界に収めてるんで直すところまでね。まあコミュ内ではない。まあでも人外の行なネロちゃんもありかまあ。無事どうする、まあ、まあそれね、シンプルにネロちゃんって2キル関われるんじゃない初手エレキにいたんだったら、もともとネロちゃん僕はネロちゃんをしますね。まあ人外濃厚ではあるからネロちゃんボタンどうだろうな。僕ボタンいきます。田中さんコミュの方行ってほしい、うん、俺コミュ行きます。一応僕遅いですがシェリフ C をしときます。オッケー。わかんねえな。がっかり。ああメインナイス、ナイス、ナイス、グレートだねー、ねナイスでございました。メイヤさんなんだ。いいキルペ。ちゃん釣っても負けるし難しいで、ネロちゃん釣っても厳しい。ナイスキルペだった。メイヤさんも外してたな。あのね、初手のキルがめちゃくちゃいい感じにネロちゃんが容疑者に入ってくれたのと、ね、俺ベントでコックピットから金庫抜けてミーティング行ってるから。ハタさんキルがメイヤさんなんですよね。ガミさんキルがゲンなんですよ。うん、まあ、石油キッチンカーで地図読んでたら終わったわ。ネロちゃんが死体あるところにバリバリいるとか言ってさ、絶対こいつ待ったやつ。ありがたかったマジ。このオーラ強いかも。よし、じゃあ行きますかね。はい、はい、いやー今の噛み合ったな。素晴らしかった。